投げるか。ああ、じゃあこの辺で投げてみる。ああ、まだまっすぐだ。広い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 。おお、うまいね。初期リスから近いところだと困るな。でも向こうもさ、海の中は想像つかないからさ、ね、結構見つかんないんじゃない。でもさ、さっきの入り江では確実にこっちだったよね。だから海の中は確定なんよ。この辺で投げてみる。あ、戻った。ああ、割れた。浮いてくるこれ。いや、沈んだ。沈んだ。あれ、これ浮いてくるよね。浮いてくるけど、いや、浮いてくる。あったあったあった。超スロー。戻ったよね、こっちか。こっち。むずいね。いや、会場見るしかないから困るな、これ。睡蓮とか持ってない。あー、ないわ。ないか。どうしよう、目印ない。この辺でもう一回投げる。うん。あ、まだ戻るのか。こんなシビアだっけ、場所。でもそっか。だからこんぐらいでもう投げてみよう。あれ、もう二人組ちゃったよね。投げようぜ、投げようぜ。多分そこ戻るよ。あ、ほんとだ。お、ナイス。ってことは、だからこの辺か。この辺かな、投げる位置を。うん、まだあるし。あ、下だ。あ、下。こっから下だから、もうこれ、このあれだよ、あれが目印。ボート。そう。どういった、わからん。練習した。あれ、してない。ちょっと待って、これ一回さ、あ、取ってくれよかった。あー、ミスったな。なんかベッドで固定したいよな。水中ベッドってできる？無理だよね。わかんない。どうしよう。この真下に拠点作りたくない？作りたいね。じゃあちょっと土でなんとか、いや、こう四角作って後でくり抜けば。うわっ、息が。よいしょ、ベッド、ベッド集める？さっきな。あ、欲しいかも。俺は死んだらちょっと悪いからね。あ、まあ、村警視に村あるから、直線できてたら村あるから、あの、そこで寝ればいい。テスト待ってんだかな、これ。あー、修繕の。あ、氷渡り。いらんな。怪しい怪しい。いらないね。なんか空気あるよ、ここだけ。なんだこれ。あ、待って、ドア逆だわ。ちょっと解いて。できた？セーフハウス。できた、できた。ちょっとボート開始してくるのバレそうだから。あー、オッケー。これあたり金時投げればよかった。ウェンドポータルね、あるってことはもうハマってるってことでしょ。でもこう先に言ってるとか、あと俺ら姉さん行かなくていいんじゃね。ハマってんのかな、わかんない。はめてたらね。あ、あった、村来た、村来た。飛びました、上にいます。村の上にいます。どうですか。はい、はい、痛い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 。はいはい、氷あたり。どうも。この曲げるは修繕。あと鮭花火ある、ある。あ、花火無限かな、無限だ。狂気なの。無限供給の予定だったから、俺例えば入れてなかった気するから、あげるわ。64個はあって、あ、41。一応セーブしながら使ってるから、あ、じゃあ全然使っていいから、あ、使っていいわ。最強や。最強や。ベッド、ベッドどうしよう。ここでいいか。はい。よし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 。もうこれで、OK、よし、こっから掘るぞ。俺、鉄ピあるから、これで。考えてくれ。海の中の要塞結構初かもしれん。俺も初かも。何すんの。このセーフハウスバレた。あ、もう来たぞ。OK。はい。あいつらビビってるぞ、今頃。あ、待ってね。行ってんね。待って待って。これガチ地下かもしれん。ガチ地下？なんか、なんか、拠点がある。行け行け行け、もう行け。あいつらの拠点があるぞ。もう行け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 。いや、でも途中から。え、シャークンアイスパイ。ええ、なんかいる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 。え、なんで？え？入っちゃうか、分かってたんだよ。入ったもん勝ちだな。いやいや、もう探そう探そう。なんどうでもいいわ。さっきいたんだよ、なんか。眠たく見えたんだよ。なんか、ポコポコ壊してる音するな。いたー。あいつら喧嘩打ってきたら俺殴り返すけど、いいのか。いいんか。おーい、お前。え、だるー、これ。一応あいつらワンパン剣、ワンパン持ってるよ。え？結構勝てない。勝てないじゃん。でもあいつらは俺らがエンパをはめないと入れないから。そうそうそう、絶対入れないからね。あ、あった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 。いや、あったけど。ケイト来ました。ありました。あ、ありました、ケイト。どこだ。あった、ありました。いた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 。あいつら、あー、あいつら PVP 欲だからって。マグマ、マグマ、マグマを俺にぶっかけてきやがる。なるほどね。ベッド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 。
隠しベッド、隠しベッド。ベッド持ってきた。ある。あるけど、俺も死にそう。あー、やばい、よしよしよし。やばっか。やばいやばいやばい。これどうなんだ、あいつらどこからレスポンスんだ。どこだろう、めっちゃ戻ってくんねえかな。ベッド隠しボードどっか、ちょっと。あー。ほら。ヒント来た、押すぞ。あ。あ、え、これいける？あんちゃん。よし、今のうちだ。今のうちだ。今のうちだ。これしかない。これしかないんだって。ベッド隠そう。もう裏でいいよ。しょうがない。じゃ臭いとこでいい。あ、てかもう普通にそこいるし。え、どこ？今なんかネームタグあったわ。これさ、ベッド壊さない。ベッド壊さない。あ、ベッド壊すか。絶対そうだよ。これ無理だ。そうしよう。無理だ。絶対無理だこれ。うん。絶対無理だから。どこからできた？どこからできた？多分こっちだな。早く入れろよ。早く入れろよ。あいつらマジでどうすんだろう。てか俺もバケツ作って回収してやりゃいいのか。うい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 ダメだ。うい危ないね。あぶない。めちゃくちゃおられてる。マグマバケツ持って。クラフティングテーブルある？あるよ。持ってるよ。おい。ねんだよね。逃げれない。あしゃ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 。ここにいます。ここにいます。ここにいます。くる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 。くるくるの？くるの？くる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 。なんか見つかんないようにする俺。あ、めっちゃ折れてる。入り口どこやねん。で、湧いた？湧いた場所からしょそれで。あ、どうやった？多分ここじゃないか。あ、ここだ。熱い。もう死ぬなよ。ベッド壊されたらやばいぞ。大丈夫大丈夫。全然違うところだから。俺のベッド見つけてんじゃんあいつら。あ、マジ？あ、ウォーカー殺しやったこいつ。え、どこから行った？どこから行った今？この上。はい、オッケーよ。ここのさ、ベッドさ、壊してさ。うん。いやでも無理か。もうさ、このベッド、あれありだよ。壊しちゃった方がいいんじゃない？もう俺らが。壊しちゃう。ベッドある。あるベッド。壊したから今ね、殺せばいいね。え、僕ね、大丈夫それ。俺らが今死んだら大変なことになる。あ、この、海は海、海。ここバレない、ここバレない。よし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 。なんかおもろいことになってんな。チキンレースだから。まさかエンド要塞ってかエンドラで突破するレースがこんな心理戦になると思わなかった。きれい、俺のこと探してんだけど、そううぜえな。死ぬ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 。違うんだよね、ここじゃないんだよな。あいつらのベッドどこにあるんだろうね。いや、壊したけど殺せない。まだ起き直したかな。ああ、俺ヒューチーシーと内側にあるんだけど、絶対知らない。あー、やばいやばいやばい。追われてる。うっせー、マジでこいつ。痛すぎなの。これ痛んだよ。殺すしかないでも。くそ。やれやれ。これでどっから出てくるかだよ。え、だるこれもう行くこれ。いやもう今のうち。いやでも絶対勝てる。絶対。いやもう行こう。しょうがねえ。しょうがねえ、もう俺らがすごいスピード。なんか待っているし。いるじゃんもう。どっから。いるな。こいつは殺してよ。こいつは殺そう。あ、よしよしよし。オッケーオッケー。今だ今だ。開けろ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 。全部開けろ。後ろ塞いどこ。待って、俺死ぬけど。あ、死んだわ。え、おいおい。あ、え、あ、ベッド壊されてる。嘘。おい、なんでだよ。マジで壊されてる。俺リス、初期リス戻ったわ。ま？え、それ。やばくない？積んだか？しかもここあれじゃないし。なんで？俺さっき見て壊されなかったけど、俺行くしかないかなこれ。あ、でも俺もう戻れねえんだよこれ。無理これもう。いやーっていうかね、絶対俺が行くよりもエリトラであいつらが追いつく方が早い。行くわ。行っちゃえ、もうしょうがない。うわ、こっちでも音聞こえた。やべ、俺あれ忘れた、水。あはははは。あー、あいたいけ。近いけど。ベッド爆弾でなんかいけるんじゃねみたいな。それでやろうとしてたな。うん、間に合うかな、間に合うかな。スマイルだな。スマイルだけがいってるね。スマイルだけ。うん、キリアンいってないよ。キリアンは多分待機してるわ。いやもない、意味もない。あ、終わりだ。俺はただゲート開いてあげた人になっちゃったよ。
待ち伏せで殺すかこれ。ペット壊せる。でもどうせエリトラ飛んでくるよな。ダメだ。ダメだ、強すぎるエリトラとダイモンコンボが。くそどうすればよかったんだよ、これ。もうでも行くしかないよな。ゲット入らせるな、もう。ダメだ、もう死んでんだ。なんで壊されてんだよ、ペット。無理じゃん。くそいや、ゲートの上にマグマとか敷き詰めとけばいいのか。そうそう、入れないよ、めちゃめちゃ遠いし、でも。でも遠いじゃん。100% あいつらの方が早く着く。マジかよ。一気に耐久なくなる。やばい、どうしよう。何で見られてるんですか。マルシー、もう全部マルシーで見られてる、あの辺。もうそれでそんな入らせてくれるの。あれ入れた いけまだも取っとくにない。絶対この階段の上で頑張ってされてるなと思って。なんなら飛べるしちゃったな。めっちゃいいよ、俺めっちゃいいよ。撃ったら終わりしちゃったね。絶対俺ここから死んじゃダメだ。いや来た、シャー君。これでももうワンパスで終わりじゃん、これ。ワンやばいぞやばいぞ、もう終わる。おい、今のうちに100回ぐらい殴れ。いいじゃん、毎秒16連打。待って、やめてくれ、シャー君。ハマティの16連打しろ。ちょっと待って、まずい。俺じゃない、クソ。終わっちゃうよ、俺っちゃうよ、撃っちゃうよ、ほら撃っちゃうよ。ほらほらほら、ほらほらほら。あ、一発じゃない、一発じゃない。どんぐらい削れてる。半分の1しか出た。あー、まあでもその多分相手にルビアとかないから、ルビアだったらもう無限に。いいぞ。やばい、目合わせた俺。何やってんだ。帰ろ帰ろ。やばい。よし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 。見ます、これ。はあ。なんてこった。変な前に殺される。やばい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 。飛べって。違う、ワンパン、いや、そう、弓は、弓足んないんだこいつ。痛い、ね、飛べないの、エリトラで。あ、飛べるわ。飛べるじゃん、飛べるじゃん。飛べるよ、飛べばいいじゃん。あと空中戦して終わりかな。そうだね、まあ、俺も一応行くわ。まだ全然余裕でしょ。今残り8割だね。あと2発、3発だって。もうちょいで着くわ。あれー、ほら、終わりよ、終わりよ。あったー。終了です。終了です。おい、やられてるぞ。あー、待ってる、待ってくれよ。おい、待てよ。くっそ、負けた。絶対勝ったと思ったのに。嘘だろう。はい、お疲れ様です。負けた。あれ取って負けんのかよ。まあもう、こっちも最強だからな。ネザー行ってないってことだよね。行ってないね。くそ。そっちが解放してくれる。そうなんだね。もともとシャケたちは、先に要塞の座標からっていう作戦で要塞に向かっただけだから。ああ、なるほど。まあ、俺らは要塞の座標してるから。そしたらなんか、もう道があっただけ。くそ。いや、なんかまさかの逆転劇だったな、割と。セーフハウスも使われたしな。いや、なんか、思いがけない心理戦になって面白かったよ、見てる側としては。俺ね、実はね、ワンパンキャンワンパンキャンやるけど、それ以外ゴミすぎて普通に全部して埋められてたらピッケル壊れてまたサバイバルしてましたので。マジか。クラフティングテーブルとかもなくて木材もなくて、なんだ、サバイバルしてないから。どうせでもさ、アヒョウと分かっててエリトだったらすぐ一瞬でこれね、言うても。いや、埋められてたらみんな言っていいっすよ。あ、でもこれ中まで流れない。キリアンのベッド壊されたの痛かったね。そうなんだよ、見つかったないと思ったんだけど。よう見つかったな、あれ。ああ、剣の時は壊したやつ。いや、剣の時か。あの海の中のあれ、鮭が見つけてそこから侵入してる海。俺ら、あ、違う、あの、え、最後の、え、俺寝てないんじゃない、もしかして寝てないんじゃない俺。え、本当に。え、そんなことない、そんなことない、さすがに。いや、死んでた、死んでたり、なんか違いますね。あ、それか、キリアンいないなと思った。だから、鮭が何を見てんのか分かんないけど、ずっとキリアンが絶対待機しろとか言いながら、なんか、そうそう、ずっとキリアン見てますから。めちゃくちゃ慎重にエンドポータルに向かってんの面白かったよ。キリアンがずっとどこでマグマバケツ構えてんのかって思いながら、慎重に。最後寝たかったの。寝てない、寝てない。死んだら死ぬたびに飛んでくるんだよ、俺は。めんどくさそれ。なんか、あれだね。めんどくさいけどね。まあ、でも、いつも30秒ぐらい飛んでくれるから。感じです、ひなら。鮭たちのゲットしたアイテムがなんか、
いい具合になんかあのブレイズパウダーとさエンダーパールとかがそのチームで分かれたら結構変わるじゃん、いろいろ変わる、まあ、片方がもうエンダーアイ完全に作りきれて、でそれ以外の装備系と座標を全部なんかベッド壊れないんだ、それ意味でバランスはめっちゃちょうどよかった。本当はベッドあるじゃん、お前嘘だおい嘘だ、ちょっと待って録画見るわ。じゃあクラフトできないから、マグマバケツもこっち作れずに、俺が作れずに。さらにポティンやるってなんか。前は全然なかった。ワンチャンあったかこれ。キネが死んでなかったらワンチャンあったもんね。ただ、スマイルの死んだ倒す時間したい。そうだよね。実際、エンドラ討伐になったら、シャケの方が。そう、俺が入っちゃえば勝ち。良いけどね。そう、入ったら、入られたら負けだったけどね。何もしても、宝探しも全部シャケやったし、エンドラ倒しも全部シャケやった。俺何もしないんだよね。ベッド壊したと思ってた、俺は。思ってただけ。思われただけ。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録と高評価も待ってるよ。さらに Twitter のフォローもよろしく。 Twitter には最新情報が盛りだくさん、メンバーの日常も日々更新中。それではまた次の動画で会いましょう。さようなら。